こう夢物語にも見えるけど、同時に現実、その瞬間のベストを決めていくっていう。 J-POP っぽいものも作らないと思います。で、 K-POP でもないと思うんですよ。本当にアイコンを作るっていう、この時代を代表する新しいものをこの場所から出さなきゃいけないので、もしかしたら LDH のオーディションの中でも過去一難しいものだったかもしれないですね。